い、先ほどのリーディングでは見守ってくれている人がいると出ましたので、じゃあどういう気持ちで見守ってくれているのか見ていきたいと思います。カードがなかなか切れないですね。今思ったんですけれども、今さっきクマが2枚出てましたよね。で、このクマっていうのがやっぱり敵のふりをして実は味方なのかなというふうに思いました。このクマクマが、もしかしたらそのお皿側の人間かもしれないんだけど、でも、実はこの3人なんか皆様を、実はものすごく強力に見守ってくれているのかもしれない、そんな気がしたな。はい、じゃあこちらのカード、はい、じゃあ見ていきましょう。吊るされの男リバースですか。お皿とかに疑われなければいいけどなと思ってます。あ、ワンドのクイーン、やっぱり女性かな。カップの、カップのナイト、これいるな味方。特に皇后雅子様のこと見守ってくれてるし、ここね、子供青年というか、青年からちょうど20代30代くらいを表すカードなので、皇后雅子様と愛子様のことをなんかどんなことがあっても守るって言ってくれてるような気がするな。そして、あ、コインのクイーンリバース、コインの2リバース、ソードの8。はい、ここはお皿、キーコ、なんかこうそういうこの中にいるいわゆるこう女性の敵というか、この人に対しては全く忠誠心がないです。ない、むしろ言われていますけれども、パワハラだったりとか、こう言葉の暴力、なんかそういうものに本当に耐えてるって感じがするんですね。コインのエースのリバース、また女性のカード、女帝が出ました。ストレングスリバースです。はい、すごいですね、この女性率の高いカードがたくさん出て、はい、まずこのこう味方になってくれている方というのが、本当になんか間違うと、いわゆるお皿にバレると、もう首が飛ぶどころの状況じゃないんじゃないかっていうぐらい、かなり大変そうな感じなんですよね。この仕事しんどい、いわゆるダブルスパイみたいな、そんな感じでしょうか。そして皇后雅子様たちからも、この方は信頼されていないというか、
こう誰にも心を開いちゃいけないっていう感じを思ってらっしゃるみたいなんですよね。でもこの人はこういうふうにこうバレないぐらい、もうそれはそれはこうギリギリのところで、頑張っているんじゃないかなと思われます。と思いますね。そしてやっぱりこのお皿っていうのがやっぱりこうひどいこう残忍な性格なんでしょう。これまあお皿もキーコも両方かなと思うんですけれども、まあとにかくわがままで贅沢でみたいな勘違いの人たちが出ていて、もうすごいやっぱ苦しいって言ってるんですね。特に精神的に。そしてもしかするとこういうふうにこうギリギリのところでこう頑張ってるように私は見えるので、少しはこうこの3人のお三方にこう なんかこうやっぱりこうしないといけないことがあるかもしれない、ネガティブなことを。でそれをちょっと苦しみながらするんだけれども、でも本当はしたくてしてるわけじゃないみたいな、このお皿とかの目をこういわゆる欺くためにしないといけないのかなっていう感じがしていて、そしてまあ一番深いところではコインのエースリバース女帝、そしてストレングスが出ているので、あのこう守りたい気持ちはすごくあるんだけれども、でもこう私だけではもうきちんとお守りすることができないかもしれないっていう、なんか弱気になっているんじゃないかなとか、きちんとこう全て安全に健康にお守りすることができるだろうかっていう感じで悩んでいたり、自信がなかったりとか、他のこう人とこう協力して守っていきたいみたいな、そういう感じを言ってるような気がします。先日のまあお皿のリーディングで、まあ、これからもいろいろなネガティブなこと、傷つけるようなことを考えるとは思うけど、でもそれを私は実行しないとできないというふうに見たんですけれども、近くにいる方っていうのが本当にこうすごく怖い、きちんと守れるだろうか、3人の方特に、特にまあここの、ね、皇后雅子様と愛子様のことをこうきちんとこう健康に、なんかこう全てを完璧に守ることができるだろうかっていう不安がすごく大きいような気がしています。まあこのね、あのとてもこう今誰に対してもね、3人の方々がこう誰も信用できないみたいな、そういう気持ちを持っているように見えたんだけれども、実はしっかりと、こうきちんと、あ、ごめんなさい、きちんとこう自分が盾になっても守りたいみたいな、そういう感じがしたので、私は幾分心が楽になりました。はい、これが今日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。